そりゃあですね、この前みんなでご飯食べに行ったっていう話しましょうかね。この前みんなですね、ご飯を食べに行ったんですよ。やばい、お腹減ってきた。ご飯食べたよ。ご飯をですね、食べに行ったんですよ、この前。あのご飯をですね、まあどのメンバーで行ったかというと、いつもおなじみスバチョコルナちゃんでご飯食べに行ったんですね。で、あのご飯食べに行ったらさ、なんかいきなりその誰かがあっあっって言ったのね。で、え、何みたいな。パッて見たら、おかころいたんねって。うわ、おかころじゃんっつって、もうスバルそういうのもう大好きだから、もう即座に絡みに行ったんね。即座にそのスバチョコルナタンの席を抜け出して、ヘイ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 、おいおい楽しんじゃってんねっつって絡みに行ったんね。で、あのおかころのさ、おかころの間にね、割って入ってこれ怒られるかな、おかころファンのみんな。おかころの席にね、突然ね、ドーンって座って、で、へいへいへいっつって、何してんの、何しちゃってんのって言って、聞いたんね。そしたら、なんか、おかゆが、なんか、なんか僕たちずっと気づいてたよ、つって。え、なんでみたいな。スバルたち全然気づかなかったんだけど、って言ったら、おかゆが、なんかだってチョコ先生さっきさガチって連呼してたでしょって。確かに